ナイナ・ワシントンはアメリカ合衆国のブルース、R&B、ジャズシンガー。出生時の本名はルースリー・ジョーンズ。自他共に認めるブルースの女王の称号を持つ。そのソウルフルな歌声はジャズ界にとどまらず、幅広い方面に影響を与えた。1924年8月29日、アラバマ州タスカルーサに生まれる。3歳の時、家族と共に、 イリノイ州シカゴへ移住。シカゴでは幼少期からゴスペルの世界に身を投じ、地元のバプティスト協会のクワイヤーでピアニストとして活動した。15歳の時、シカゴのリーガル劇場で行われたアマチュアコンテストに出演し、ポップスを歌い優勝。18歳の頃にはナイトクラブでジャズシンガー、ピアニストとして活動するようになった。1943年、 ライオネル・ハンプトンの楽団に加入する。彼女が芸名のダイナワシントンを名乗り出したのはこの頃である。名付け親については諸説があるが、ライオネル・ハンプトンとする説もある。同年、レナード・フェザーが取り仕切り、キーノートレイベルのために初のレコーディングを行った。レコーディングされた4曲のうちエビル・ギャル・ブルーズがヒットを記録する。その後もしばらく、 ハンプトンの楽団に在籍しソロ活動はしていなかったが、1945年には自己名義でアポロレーベルに12曲をレコーディング。まもなくマーキュリーと契約し、本格的にソロシンガーとしての道を歩み始めたのであった。マーキュリーでは1948年にエイントミスビヘイビンが R&B チャートの6位を記録したのをはじめとして、数多くのヒットを生み出した。 ポップスからカントリーまで幅広く歌いこなしたが、中でも1959年のホワット、AD フレンス ADMX は、彼女のスタイルの幅広さを象徴するナンバーとして知られている。ドーシーブラザーズによるラテン系のボレロをカバーしたもので、ポップチャートでも8位を記録する大ヒットとなり、ダイナはこの曲でグラミー賞も獲得した。1958年には、 ニューポートジャズフェスティバルに出演。テリー・ギブス、マックス・ローチ、ウィントン・ケリーらとの演奏は映画、真夏の夜のジャズにも収録されている。1962年、当時カウント・ベーシーや、サラ・ボンらが所属していた進行のルーレットレコードに移籍する。1963年12月14日、ダイナは睡眠薬、痩せ薬とアルコールを同時に過剰摂取したことにより、 39歳で急死した。アメリカンフットボール選手のディック・ナイト・ドレイン、レインとの結婚のわずか半年後のことであった。キャリアの初めから生涯にわたってブルースを歌ったが、デルタ・ブルースやシカゴ・ブルースといった純粋なブルースとは一線を隠した商業音楽の分野で活躍した。ブルースよりもジャズ歌手としての功績、認知が大きい。マーキュリーと契約してからは、 ジャズやポップスのスタンダードナンバーを多く録音するようになる。1954年にプロデューサーに就いたボブシャットはダイナに本格的なジャズのセッションを行わせ、マックス・ローチやクリフォード・ブラウンを含むグループと共演したり、駆け出しのクイン・シー・ジョーンズの編曲によるジャズ色の強い作品を残している。ダイナは同時期のエラ・フィッツ・ジェラルドや サラボーンらとは異なりスキャットや気学ソロとの掛け合いなどは一切行わなかったが、ブルースやゴスペル色が強い大胆な即興やシャウトを用い、ジャズ界において独自の地位を確立した。ハスキーなアルトの聖域や力強いビブラート、歯切れの良い発音や発声が特徴である。1959年にクライド・オーティスがプロデューサーに就くと、もっぱら平易なオーケストラ伴奏で、 バラードやポップソングを歌うようになり、ジャズ要素やブルージーな即興性は影を潜めるようになった。ホワット、エディフレンス、エディメイクスなどが白人の聴衆にも受け入れられ、商業的に大きな成功を収めた一方で、この時期の作品は、ジャズの批評家や愛好家からはおおむね低い評価を受けている。1961年にオーティスが退いてからは、 即興性の高いボーカルが再び現れ、さらに個性と演じ組みを増すが、ルーレットレコードへ移籍し1963年に、死去するまで主にオーケストラ伴奏による録音を続け、ジャズの分野で高い評価を受ける録音はほとんど残していない。しかし録音活動以外では、ニューヨークのバードランドなどのジャズクラブで定期公演を行っていた。 1942年から死去の直前の1963年までの間に8回の結婚と7回の離婚を経験し、2人の息子がいる。4番目の夫エリ・チャンブリーは、サックス奏者、編曲家で、結婚前後、離婚後を問わず、ダイナとたびたび共演した。マーキュリー時代の16年間、全446トラックに及ぶ膨大な録音を日本のジャズ批評家。 小山則義が発掘、編纂した全集ザ・コンプリート、ダイナ・ワシントン・オン・マーキュリーが1987年から1989年にかけて発売された。現在では iTunes ストア等でのダウンロードで入手可能である。ルーレットレコード機の約1年半の間に残した全93トラックを CD5 枚に収めたザ・コンプリート・ルーレット。 ダイナワシントンセッションズも2004年に発売された。ありがとうございます。